仏壇チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。竹本仏光堂丹です。榎本です。はい、榎本さん、はい、今回も質問が来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、はい、先日、はい、身内に不幸があり、はい、お位牌を用意してと、はい、お坊さんに言われたんですが、はい、どのようにしたらいいでしょうか、はい、知恵を貸してください、はい、とのご質問でございます。まあ言うたら僕らの仕事のことですね。そうですね、はい、はい、お話ね、はい、お手伝いさせてもらいます、はい、こちらがね、あの塗り位牌と言いまして、ね、はい、まあ、あの仏壇お持ちの方で使うご宗派の方ってこうやってお祭りをされてると思います、はい、まあ、塗りのお位牌でもいろんな種類がね、はい、ございますね。ちょっとその流れを話させていただくと、はい、まあ、今その先日身内に不幸があったということ で、でやっぱりお葬儀されて、はい、ご自宅の方にそのまあ後祭り棚、まあ、中院棚も飾ってはると思いますが、その時にお寺様もおそらく呼んでるという想定で話をしますけども、その終わった後にこの中院表という、まあ、おそらく多分紙でコピーした紙があると思うんですけど、四十九日百回日までの予定が書いてあるものがありまして、はい、そこにあったら戒名とかも書いております、うん、そうですね、であとはその中院棚の方にも白木のお位牌という白い木で作ったお位牌が飾られてると思うんですが、はい、そちらの方ですね、まず用意していただいて、はい、仏具屋、まあ、私どもの仏具屋仏壇屋さんですね、はい、か、あのその来ていただいているお寺様が知ってるとこをこう用意してあげるとか言われたらお任せしてください、はい、で基本お位牌というのは白木のお位牌は四十九日までしか使用しないので、はい、それまでに塗り位牌の方は満中院までは用意、はい、してください、はい、あとはそのご宗派もいろいろあるんですけれども、はい、あのお位牌の形も様々ありますが、す、ね、特にそのご宗派やからこの形という決まりの方はありませんので、はい、そこは皆さんと相談して決めていただいたらいいと思います、はい、でもしそのご先祖様が仏壇をお持ちで、うん、ご先祖様のお位牌があれば、はいはいはい、そのご先祖様のお位牌よりは大きくすることは控えてください、はい、これはやっぱり先に亡くなった方が優先されるものですよね、はい、であとは彫り方も真ん中に一人で彫る彫り方と、はい、ご夫婦の場合でしたら二人彫りというこの夫婦彫り、はい、夫婦彫りという彫り方ができるので、うん、そこもちょっと皆さんと相談して決めてください、はいはい、でそれが決まったら、まあ、作成に入るんですが、はい、大体やっぱり言ってもすぐできないので、うん、1,2 週間はやっぱり見ていただきたいので、ね、なるべく大変だと思うんですけどちょっと早めに動くように心がけてください、はいはい、でそれを作られたら、うん、まあすぐにはね、そのできた塗り位牌というのは使いません。四十九日までこちらの白木のお位牌でお勤めをされます。で、四十九日後以降はこちらの作った塗り位牌となりますので、はい、ただやっぱりそれを四十九日にないと困りますので、やっぱ早めにちょっと行動で移していただければと思います。はい、はい、以上となります。はい、本日はどうもありがとうございました。いつもお仏壇チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。